はどこを指しているの？カウンセリングとかね、はい、そういうことをやってて、またその般若心経関係の本も書いたり、はい、それから気功もやったり、はい、いろいろね、はい、その、はい、総合的に、ね、はい、今心の活動をしているんですが、はいはい、そういう中でね、あの、まあ、できるだけ優しくね、はい、その、まあ、般若心経を皆さんにね、ちょっとこう分かっていただけたらなということで、はいはい、まあ、じゃあなんか私の自由な思いかもしれませんけれども、はいはい、あの話させていただくということで、はい、まあ、来たわけですね、はい、ですから一般の般若心経の話ではなくて、はい、そこにはいろんな、はい、あの心理学とかなんか入って、はいはい、そしてまた新しい今量子力学ってそういうことにも関係するね、はいはい、まあ、21世紀の、まあ、新たな、はい、なんて言いますかね、般若心経の理解はい、というものをね、ここでちょっとでもなんか皆さんに、そうですね、はい、ね、分かっていただいたらいいなというのが、はい、一つの、はい、思いなんですよね。はい、まあ、僕の企画としてはね、うん、そのまあ、僕も精神病院に入院してたぐらいなんで、うん、そのものすごく苦しんだわけですけども、うん、その中でやっぱり般若心経を唱えるってことは本当僕の中にこう一部あったんですよね、うん、毎回毎回まあ苦しい時に唱えてましたけども、うん、まあ、それは全然内容を理解してるわけではなく唱えてたんですけども、やっぱりそれが聞いたのがなんかこう退院できることができて今の状況にもなってきてるわけなんですね。でまあこの間先生とお会いした時にやっぱり先生にちょっといろいろ質問をして、特に般若心経のことの今度は内容的な意味とそれから現代科学との関係、特に今まではその一般的なニュートンの科学でしたけど、それがアインシュタインとかそういう方たちの影響でこうもっと別のニューサイエンスというか、そういう形の、科学に発展してきたわけですよ、ね、その中でやっと般若心経の世界が理解されるような、状況が生まれてきたということを、今僕はね最近になって認識したんですけども、その時はその先生のおっしゃってる、本を読みましてね、やっぱりちょっと先生にお話をね伺わなきゃいけないんじゃないかということがやっぱり一番のその僕のこの放送をやる意味だったわけなんです。それで先生にちょっとお声をかけて、いただいたわけなんです。ああ、そうですか、はい、いやそれはね、はい、本当に貴重なね、はい、ご縁というふうに思いますけどね、はい、でこれ般若心経はなかなかね、はい、その優しいような難しいようなね、はい、これ1回2回で取っても、はい、まあね、皆さんも一生かかっても、もちろん私も分かりませんけど、はいはいはい、あのでも今 これをね見てらっしゃる方がもう般若心経をやってるということより初めてね、うん、こう、まあ、般若心経という言葉は聞いてますでしたけどね、はいはい、あのなんかそこで、ある程度あの大きく分かっていただく、はい、だからもっと優しい流れでちょっとお話、はいはい、そうですね、はい、そして、その現代の我々の心にどんな風にね、はいはい、あの関係しているのか、はい、ということを、まあ、ちょっとでもね、はい、まあ、ですから一挙に何世紀分のお話、うん、はい、いやいや、それは難しいですけど、でだからあの、うん、今回は、うん、あのイントロダクションという形で、うん、まあ、はい、だん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 と回数を重ねて何回かのシリーズでやっていきたいと思うんですよ、うん、もちろんあの先生のお兄さんのね、うん、まあ、あ、はい、亡くなられた大須賀初堂先生もやっぱりそういう活動をなさってたん で、まあ先生もね、あのグロスセンターという、日本グロスセンターというところでカウンセラーの養成をなさってますし、また僕も先生にお伺いしに行った時にね、その僕の場合はもう病気だったんで、それをいかに解決するかってことをね、やっぱり知らなくちゃならなかったので、まあ言ったわけです。だから僕としてはそのね、一つとしてその目的の一つとしてね、やっぱり僕の精神以上だったアイデンティティがあるわけですよね、過去に。だからそこのベースに立ってその僕と同じような今苦しんでる仲間たちもね、そういうものを広めたいと思ってね、やっぱりこの、ビデオを、ね、まあ、やりたいと思ってます。はい、まあそうですね、はい、ですからまあ私のね、大きな流れというのは、はい、まあ
アメリカでね、はい、カール・ロジャース、はい、今一番、はい、もう大変な、はい、もう亡くなりましたけどね、はい、心理学者に直接触れた、はい、ということと、はい、兄、はい、よく NHK の心の時代に出ておりました、はい、兄とね、私がずっとこう出会ってきて、はい、そして私が、まあ、東洋だけじゃなくて気候とか、ね、はいはい、ちょっと科学的なこう考え、はい、まあ、そういう流れのね、はい、ことでお話ししたいと思うんですね、はい、ですから今日は本当にまあ、できるだけ優しく、はい、ちょっと大きな流れから一つ ね、 そうですね、はい、絞っていければいいなというふうに思うんですが、はい、まあ、大変だね、この、はい、何世紀かのことですからね、はい、で般若心経と皆さんこうね、はいはい、まあ、簡単に言うと、般若っていうのは大きな仏様の知恵ということね、はいはい、本当はこれは向こうの、インドのね、はい、言葉でパーニャとか、はい、それから古代インドで、プリジネアとか、まあ、いろいろ難しいことあるんですけど、はいはい、大きな知恵というのね、般若、このハラミーターっていうのは向こうのね、はいはい、こうインドの言葉にこうつながって、はいはい、パラミーターというね、はい、信仰なんですよね、はい、意味は、まあ、その仏様の作った大きな知恵でこのパラミーターっていうのは向こうに渡るっていう、つまり、うん、悟りの世界に、ね、まあ、苦しいんですよ、うん、悟りの世界にパラミーターね、うん、向こうの世界にこの渡る、そういうためのこうお経ということで、うん、まあ、ね、うん、正確に言えばいろいろありますけど、でこれをですね、その前にこの経典ができた、それまではたくさんこの多くの人が関わっています、はい、まず皆さんもご存知のようにね、インドで5世紀頃仏さん、お釈迦様がこう生まれたわけですよね。で王様の子供なんですよ、うん、だけどお母さんが早く亡くなって、まあ、なんか苦しみがあったんでしょうね、で29歳の時にお城を出て、今度は修行にこう、はい、専念して、まあ、45年間の修行をして80歳でこう亡くなるわけですね。でその時にね、いろいろその仏様が話してくれたわけですよね、はいはい、だけどこれはね、何を話したかっていうはっきりした記録ないんですよ、うん、字がなかったの、はい、うん、でもね、今、まあ、いろいろ考えると、まあ、一言で言うとね、世の中の全てのものは因縁でできている、はい、因縁というのはね、はい、原因がたくさん集まっているということなんですよね、はい、うんうん、だからあなただけでどうしようっつったってね、うんうん、それで できないんですよ。つまり僕個人で何か挑戦していろいろやっても思うようにはいかないってことなんですね、うんうん、だって私が生まれてなかったら今日の時間ないですよ、はい、そりゃそうですよ ね全然意味がないですね。日にちがね違ってたらここにいませんよね、はい、まあ、これはまあ分かることももっと分からないね、はいはいはい、全ての世界がそういうふうに関係してて、はいはい、だから自分で動いてるようなんだけど、それはまた自然の動きでもあるね。ああ、そうですよね、うん、そういういろんなことで動いて、はい、因縁っていうね、はい、だからまああんまり自分だけでどうしようこうしようとね、うんうん、まあ焦るよりはまあそれが人生なんだから少しまあ静かにしてね、うん、っていうのが座禅をしながらね、まあ、心をつけて、でそうしてこう気持ちがまあ楽になったことが悟りというね、そういうことをですね、そのお釈迦様が亡くなってから100年ぐらい経ってからね、お釈迦様がどういったこういったっていう、そのいろんな経典がこうの始めですね、はいはい、これ結集っていうんですけど、はい、それをこう作り始めたんですよね。うん、そしてそういうのたくさん、私はお釈迦様こういったの聞きましたよ、如、うん、はい、是我門っていう、と、うんうん、合わせてこう経典がいろいろこうできたんですよね。はいはい、で紀元前後ぐらいまで、のその、はい、そういうのがたくさんできたんです。そこからまた続く、ここには大きな違いがあるんですけれども、ですからお釈迦様がね、ちょっと亡くなって100年ぐらいしてから言葉がね、だんだんこう出てきたりしてこう経典ができてきたわけですね。ところがね、紀元前後あたりまでね、お釈迦様はこういった相手も難しい理論になってしまったんですよ、はいはい、でも自分をなんこのなんかどうしたらその楽になるかって、もう自分だけ中心で、まああまりそう言い過ぎかもしれませんけど、うん、小さな乗り物でね、その悟りの世界に行こうという、
そういうこう流れなわけですね。あ、それを症状物件。だから小さい乗り物なんですよ。はい、自分、うん、うん、そうそう。自分だけはまあ極端に言えばね、自分が一生懸命苦しい、自分を何とかしてるって、そっちばかりに気を取られてるのがまあ、症状物件ね。つまり自分自身で何とかしよう。うん、自分を磨こうとか、うん、自分を修行してなんとか高い位置に、うん、その精神的な高い位置に上がっていこうとか、うん、そういうことをやる人たちが症状況っていう、うん、でもこれ当然ですよね、うん、でもねそれはねお坊さんになって専門家になったり、うん、ねしてところも本当に難しいから、うん、その理論ができちゃったんですよ、うん、はいはい、それから修行も厳しくなったんですよ、はい、でそういうその今日その仏教の流れに対して紀元前後あたりがね、これちょっと違うんじゃないの、うん、っていう考え方ができた、はい、ね、あんまりにねそう 大切なんだけれども、うん、あんまりに自分だとかね修行だとかね、うん、そっちにとらわれすぎてんじゃないのっていう考え方が紀元前後あたりから出てきたんですね、うん、でその今度はね、いやその命のあるものはね宇宙すべてが命あるんだよ、こういう、うん、テーブルもね、はい、木も、はい、こうね、すべてがなんかほら今の我々だと命なんかあるはず、うん、あるはずないと思うじゃないですか、うん、はい、それも生きてるんだよ、うん、一緒に生きなきゃいけないですよ、うん、っていうことをね、この大乗というだから大きいはね、はい、ね、大きい乗り物だわね、うんうん、そして そのところのね大きな違いは今までは自分が割合あの大事にするわ、はいはい、よかったんだけど、はいはい、いや今度はね相手を大事にしなさいよっていう、ね、なるほどね、うんうん、相手を大事にしてるとね逆に自分もなくなってくるんだ ね。それはこうあの大きな大乗仏教の違いね、うん、でそこで大乗仏教っていうのがこう紀元前後からこうできてね、はい、それで般若心経とまあいろんなのできたんだけど、うん、はい、般若心経っていうのはその最初の頃のはい、経典なんですよね。やっぱりここで、うん、すみません、ちょっと聞きます、うん、キーワードとしてはやっぱり相手を大事にするっていうことですか、ね、うん、はい、その、まあ、大乗仏教、大乗仏教ね、うん、まあ今大乗仏教が主流ですし、うん、その、なんていうのかな、やっぱり小乗仏教では、うん、その自分をこう高みに上げていくのにものすごい苦労するし、うんうん、それには最終的に行き詰まるような状況になるってことが、うんうん、一つですよね、うんうん、とやっぱり今の生き方としてはやっぱりその、まあ、主流ってわけではないですけども、うん、大乗仏教的な生き方、つまり相手も自分もこう共存して相手にも何かを利益を、うん、利益というか、ね、はいはい、与えると それでいってそれが戻ってくるのが自分に入ってくるよということでしょうかね、うんうん、はい、ですから自利利他という言葉があります。自分の自らを利して、利してそれはもう他人にもね、はい、自分と他人はもうね、はいはい、一緒になってるっていうことなんですね、はいはい、でもねこれはね、うん、症状とか大乗というのはね、はい、その大乗の人がね、はい、つけたちょっと症状に対するこう悪口のような名前なんですね、はいはい、うん、まあそれにしてもね、うん、でその時にその、うん、般若心経というのは最初の頃に、ね、はい、600巻ぐらいできたらしい、インドで、ね、600巻あるんですよ。でそこからね一つずつなんかこう、はい、文字を、はい、取ってきて、ね、集めたのが、はい、短い般若心経。いや本当に短くてね、うん、いいですよ ね。エッセンスが混じってるというか、それもものすごいね、たくさんのものがあの中に詰まってるわけね、はい、そしてその中にこの書いてあること、これはね、はい、本当に、はい、理解するの大変ですけど、はいはい、一言で言うとね、今まで少女仏教の中でいろいろ仏様はこう言いましたよっていうことが書かれてあるわけね、はいはいはい、それはもちろん大切なんだけど、でもそんなものだけにいつまでもとらわれちゃったら、はい、書いて仏様の言ってることと違いますよっていうことが大乗仏教ね、うん、はい、うん、だからそのあそこの般若心経に書いてあるのはね、この清浄仏教って理論が非常に発展しましたよね、はいはいはい、あれをずっと書いてあるんですよ、うんうん、ね、書いてあるんだけど、いやそりゃそうですよ、清浄仏教で言ったことは大事ですよ、でもそんなのいつまでもね取られない方がいいですよっていう繰り返しなんですよ、うん、だからあそこの中に書かれてる言葉はね、清浄仏教でこう書かれたような言葉ね、ずっと書いて、それはそうだ、大事なんだけれど、ね、うん、でも
またそんなものにとらわれない方がいいですよっていうのが、はい、その代理、うん、袋の大きなね、うん、だから自分を癒すためにはその外の他人の方が大事になってくるからね。うん、他人の方が大事というか、うん、まあ、ね、あれまあ今の人にしてみればね、うん、それは逆じゃないのっていう人が結構いますよね。そうですね、心理学なんかでは、はい、僕はアメリカで感染やって、うん、やっぱり自分を出しなさいとかね、うん、そういう面もあるので、うん、ね、この辺がね今僕から言いますよ、両方必要なんじゃないかっていうふうに思うわけね、うん、そういうこの大きなあの、はい、転換で生まれた、うん、つまり新興仏教なんですよ。新興仏教、その頃は、はい、あ、その頃はね、うん、はいはい、あ、うん、新しく生まれてきたのね。それがね、その2世紀頃のね、龍樹さんっていうね、はい、大学者がいてね、はいはい、その人がね、般若心経の一番大事なことは空、空っていう、ね、はい、空 ね、 ね、はい、これがね、後でね、中国に移って中国でね、うん、老僧してると無心っていうです、誰も知ってますよ、はいはい、そしてちょっと似たようなことでね、はい、あの使われるので、中国ではね、空っていうよりは無心っていう言葉ですね。あ、そうなんですか、うん、ない心って書くんですか。で無心になりましょうっていう無心ですよ。感無量の無に、いやいや、そのないっていうことで無心で物事やりましょうって言うでしょ、はいはいはい、無心になってて、 そ、 う、ね、うん、その無心と空っていうのちょっと似てるんでね、はい、うん、で空っていうのがね、大きなその何ですか、般若心経の、うん、中心の言葉なんですよね、はいはい、でそれはまあ、この一言で言うと、全てが、ね、自分だけで成り立つものはないよ、みんな変わっちゃう、ね、うん、そういうようなそのことが言ってるというね、まあ、ね、無常というか常にもう変わってるわけですからね、うん、ね、変わってるわけでしょ、常にこう変わって変わってですね、うんうんうん、まあ、般若心経を読んだりしてるともう本当に空とそれからね、こう変わるってことにしょっちゅう出てきますよね、うん、でもこれもね、後でね、うん、この変わるっていうことは実は変わってないっていう感じのことを言い出すわけなんです、うん、いや、変わるっていうこと、変わってないっていうことが同じことなの、まあ、それがね、そうですよね、大きな世界で見るとね、変わってないのね、小さい世界だとね、なんか我々こう動いてるようなね、はいはい、うん、まあ、そういう非常に難しい、白でもなければ黒でもないみたいな本当にあの、うん、読んでると反対のことを言うんですもんね、うん、だから逆にいいんですよ、はい、自分にね、はい、その般若心経のいろんな教えてくれるのも自分に都合のいいようにこう書いていく、はい、使っていくっていうね、はい、うん、例えば人生短いよって暗くなっちゃうよね、はいはい、だったら逆に思い切って生きた方がいいんじゃないの、うん、っていうふうにもこうね、はいはい、うん、変えられればね、じゃあ逆に言うと自分の肯定する、うん、自分肯定理論みたいなところがあるんですかね、うんうん、だから本当は自分っていうのがないわけね、はい、あ、そうですね、それも書いてありますよ ね、はい、だから空というふうにね、はい、それでね、そう言われててね、なんかこれ非常に分かりにくいんで、あの、うん、こういうその言葉があるんで、これはあの般若心経の中っていうか仏教の中に、はい、一足一歳、はい、一歳、はい、即一、一っていうのは一つね、はい、そのまま一歳全体で、はいはい、ね、全体って言ったらもう小さなものと同じ、うんうん、でこれ分かりやすく言えばね、例えば私のこう細胞をね、はい、これ私ですよね、小さな細胞、はい、でこれも私ですね、はい、これ宇宙だとすればね、はい、そうするとね、この小さな細胞はね、自分で動いているつもりなのね、ね、自分で炎症を起こしたり、それはまあ、ね、あの小さな自分と宇宙と大事の自分でもあるんですね、はい、だから自分で動いてるんだけど、それは体の調子が悪いからここに炎症を起こしてるんですよね、はいはいはい、でそれがこう分からなくて、自分だけで炎症を起こしてると思ってるんだね、まあそういう意味で一つのもの、本当大きなものにつながれているんですよっていうのは大乗仏教の大きな特徴なんですね、はいはい、うん、そうすると自分だけにこう、例えばこの細胞にね、固まっちゃうとね、はい、例えば肩が凝りますよね、はい、でその肩が凝るっていうのは小さなその細胞に血液が溜まっちゃって流れないんだよね、はい、だからこうね、マッサージしてこう他に流していくと楽になってくるでしょ、はいはい、と同じように人間もさっき言った少女仏教のように、はい、自分だけ自分だけっていうことになってくると、だん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 こうエネルギーが流れなくなっちゃう、
ああなるほど ね。つまり他のところとの流通っていうか流れがなくなっちゃうから、うんうんうね、自分のとこだけで完結しちゃうんですね。うんうんはい、で一番困ることは、まあ、これはでも運命だからしょうがないけれど、はいはい、癌なんかはそうですね、はい、自分のところだけは生きてんだけど、はい、ね、どん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 こう悪くなっちゃう、破壊しちゃうね、うんうん、ノイローゼの人っていうのはみんな自分自身いろいろ考えながら、ね、自分の苦しんだって、ね、中にどん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 入っていって、うん、負のスパイラルにはまり込んじゃうんですよ。そうだね、うん、悪い方に悪い方に行っちゃうんですから ね。どん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 自分の世界にね、はい、そうですね、でそういうところに本当はねこの隣の細胞、はい、まあ人間だったら、うん、まあ相談相手かもしれない、ね、はいはいはい、カウンセラーでもいいですけど、はいはい、ね、そのまあ普通の細胞の方に自分の固まったものがこう流れていくと、はいはい、そうですね、あの補血が流れてくれていけば ね、きれいなものが入ってくるんですよ ね。そうすると新しいものが入ってくる、そうですよね、出せば入りますからね、循環する、はいはい、うん、ということが、はい、はい、まあそれは般若心経そのものは言ってませんけどね、ところがねこれをねカウンセリングの世界でもねそれに近いことを言ったことがロジャースさんなんです。なぜかというとね、はい、まあその今あ心理学というのは新しい学問だから、はい、ね、この社会で、ね、立派に生きるっていう、まあ、そういう、なるためには、ね、元気になってやるためにはどうしたらいいかっていうのが中心になるよね、はい、うん、だけどロジャースさんで、カウンセリングはだからいろんな相談に対してこういろんなアドバイスを与える、はい、もちろんそれは大事なんですよ、だけどね、相談しに行った人はね、あ、こうした方がいいですよ、あなたのこういうことがもっとこうやった方がいいですよ、過去のこういうことが悪いんですよ、もう少しこういうふうに改めなさいってね、どん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 アドバイスをね、与えられちゃうとね、今じゃなくてね、未来に自分が向かっちゃうのね、とか過去とか、ね、今自分ここにいるんですよね、はいはい、だけど、明日の明後日、じゃあどうしよう、うんうん、あれはね、子供の頃でそっちに向かっちゃうね、はい、別れるっていうのはくっていう意味なんですよ、ドハウっつってね、お、うん、ところがね、ロジャーさんのはね、あんまりそんなにアドバイスをね与えないでね、その人の気持ちを本当に聞きなさいよってこう言うんですよ、そうするとね聞いてもらうから分かってもらえるからつい喋りたくなっちゃうね、うん、って忘れちゃって思いついて喋るってことは出すってことなんですか、もう出すも何も、もう夢中で音楽、うん、歌ってるようなもんだね、うん、気持ちよくて、うん、いやさっきのあの、うん、なんだっけ、出せば入るっていう、まあ、そう、出せば入るということと、うん、流すということと、うん、聞いてもらうっていうことと同じだね、そうですね、そうすると出すと、ね、今度はなくなってくるから入ってくるわけですね、うん、いいものがね、はいはい、ということで、うん、それは今に生きるっていうことですよね、うん、はい、はい、そうですね、うん、じゃあロジャーさんがあんまり言わないでね、うん、なんでアドバイスも言わない、そんなによ、うん、なんで良くなるの、まあそうです ね、まあ他の人は不思議でしょうね、よね、はいはい、でもそれは子供なんかでもあんまりね、うん、子供には説教しない方がいいよっていうのと同じなのよね、うんうん、そうするとね、うん、まあこれは小さい話ですよ、うん、今はね、うんうん、そうするとそこにはもう一つ見えないこうエネルギーが流れてるんですね、うん、これは昔の人は木というふうに言った、木の木、はい、で私はそれをこう実践してるんですよ、はい、まあ、はい、新機構という本も書きましたけど、ね、これはね、あの直接自分のこう経験したことを言うと皆さんに信じられないようなことが起きてくる、人間だけではないんですけど、まあ人間の場合ね、はい、本当に瞬間にね痛みがふわっと消えたりね、うん、でそのままあの戻らないで治ってしまうなんてこともあるんだよね、ああこれ私は何十人という人に何かずっとやってきた、うん、いっぺんにかけちゃったんですか、一番多いのが800人ぐらいだったかな、ああそうですか、2回に、はい、今行って、はい、そういうことだとね若い時、うんうん、まあそんなこともねその大きくはそういうことに関係してるんですよね、ところがね、その見えないじゃないですか、はい、そんな関係してるって言われちゃって、はいはい、ねえ、はい、目に見えない、あんなの非科学的って思うじゃないですか、まあ、思いますよ ね、 ねえ、ところがね、アインシュタインってほら、はい、科学のね、はい、本当小さなものが、はい、見えないものがどう宇宙動いてるのかもね、はい、量子力学の、はい、あの出発点ですよね、うん、それがどん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 発展してきて、特に1980年代あたりかな、はい、その、もっと細かいその
ものの動きが見えるようになったんだね。そうしたらもうこんな机もねテーブルもね物だと思ってたわけ、はいはい、それがこう反応してたり、うん、ね、いろんなこうもう全部がね、うん、宇宙がねくっついてるんですね。それがだんだん分かってきたんです、うんうんうん、だからその心を開いてるとね、血液の循環が良くなって、ね、白血球が来てくれるように自分を助けてくれることがあるんですよね、大いに。で、自分なんとかって思うと、何？その電波が発信されないから、はい、いいことが起きてこないわけですね。うん、ね、こう助ける人がたくさん周りにいるのに、うんうん、でもいつでもそれで全部があの自分にとって良くなるっていうことは言えないけどね、うんうん、そういうふうにつまり他にこう流すっていうのはめちゃ身近なのは話を聞いてもらうっていうことだね。うん、ね、野田さんはそれを無条件で積極的に相手に関わって話を聞くって、まあ、映画だと難しいからね。でね、禅ではね不自然不自悪っていう、まあ、いいとか悪いとか考えないんでね、それで、あの人生をあの見るのは大事だよっていうこと言うんだね。おお、つまり常識にとらわれない、うん、社会的な善悪にとらわれない、うん、それがないわけではないけどね、うんうん、だからだって大概さ相談する人というのは困ってねいるから相談して、はいはいはい、ね、他の人から見てもなかなかうまくいかないから相談しに行ってるわけでしょ。悪いっては悪いことよね。いや、悪いこともありますよ ね。それを感じながらね、はい、あれ相手の人が、あ、この人悪いんだなって、どんなに悪いって考えながら話を聞いても元気にならないよね。それはそうですよ ね。だって、ね、そうですね。そういうことにも、その般若心経は、まあ言ってませんけど、はい、そこはね、はいはい。そういうこの現代の、この科学的な流れからも、だんだん理解させてきたのですよね、うん、で今ね最先端の自然の物理学者が非常に仏教とか禅とかそういうものに関心を持ってきてる時代なのと思うしね、はい、これは、うんうん、まあ科学的にもねその、うん、そうなだん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 、うん、あのニュートンの科学から、うん、あのアインシュタインの方に行ってる、うんうんうん、そのだん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 その量子っていうんですか、僕はよく知らないですけど、うん、力学っていうか量子論に入っていく粒子っていうんですか、うん、そういうものに移行してる間にやっぱり般若心経の世界がやっぱりだん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 と解明されてきたというか、うん、科学的に裏打ちができるようになってきたって、うん、まあこの頃考えるんですけどもね、うん、確かに、ね、科学的だから印象あって言うんじゃないんだけど、うんうん、ただねその神や仏のね、ただこうわけのわからないものだということではない、はいはい、本当は宇宙がねみんなこう大きな宇宙と動いてるんですよね、はい、あの動物のように、うん、そのうちのね小さな、うん、もうそう言われてもすっとねそう思えないかもしれないけど、だからその、まあ、苦しい時は自分だけでそうなってるんじゃない、いろんなことがあるんだからあんまり自分のものを無理してなくそうとするとかえって悩んでしまうこともあるよと、それよりなんか逆に言えばね、話を分かってくれる人と話してたり、なんかつまらないことでもね善とか悪とかあんまり考えないでね、こう興味のあることにちょっとこうね、こう向かっていく間にふっとこう自分が悟りの世界に行くよということがその、言ってることなんですけど、うん、悟りというのは特別ね、うん、仏様でわーってそういう世界じゃないんですよね、うん、当たり前の世界。なるほど、僕はその悟りにはすごく興味があります。心っていうのは自分でもあり宇宙の一部だから、はいはい、まあ自分で動いてるようでも実際動けないところもあるわけね、はいはい、まあそういうことを考えるとまあまあ静かにね、あんまりこういちいち反応しないで、まあ、座禅をするというのも分かりますし、うん、また心をこう相手に流していくっていうかね、はい、そうするとこう入ってくるという、うん、ところね、宇宙でも同じなんですけども、うん、全部がつながってるでしょ、はい、だからもしその自分のこう、まあ、さっき話しましたように、はいはい、細胞がね少しこうスーッとこう動き出してくると、うんうん、例えばなんか今度炎症が起きてもね、はい、もうこちらの白血球、まあ、神様だよね、うんはいはい、それは偶然にね、うん、に我々に思えるけど、うんうん、
不思議なことが起きて、うん、自分が救われるというようなことが多くなってくるのね、うんうんうん、そういう回数が多くなって、うん、頻度が多くなる、うん、だからそれはみんな分かんないから宗教とか言ってるけれども、はい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 、ね、全身がそう、だからあんまりこう自分だけにこもらない方が、うんうんうん、外側からいろんなものが今度流れて入ってくるのね。それはあれですか、うん、その心理学的なことでも、うん、それで、うん、例えばね、ユンクという人は、はいはい、その偶然がね、はい、あのそういう意味では偶然じゃない、はいはい、これはね、シンクロニシティっていう言葉ではあるんだ、偶然に我々助けられたって言うじゃないですか、うん、はいはい、これ神様のね、はい、だからそれはまあ神様と言おうが何でもいいんですけれども、うんうんうん、だからその確かに宗教的にはそういう意味では、うん、まあ経典を読んだり、うん、心を開いたりして、うん、はい、いろんないいことが起きるように、はい、まあそれは宗教みたいになってるけどね、はいはい、大きく言えば科学的なんですよね、うん、お、それをシンクロナシティっていうんですか、うん、偶然がね、はい、単なる偶然なんていうのはないって、はい、世の中はね、お、うん、よく言われますよね、うん、シンクロナシティっていう言葉もね、はい、それは全ていいことが起きるという意味ではないんですよね、はいはいはい、だからその方が逆にだから助けられようとするときにはあんまり助けたい助けたいということよりは、うん、もう自分を忘れて助けたいという、ね、うんうんうん、ことの方が通ずんだね。あんまこう自分だけでね、そのところで考えながら言ってるよりは、うん、向かわんと欲すれば損くって言葉があってね、うん、向こうに行こうとすると逆に背かれるというのね、はいはい、うん、まあ、精神的にもそうですよ ね、なんかその逃げようとすると追っかけてきたりとかね、うんうん、そうそう、その観念でもそうですからね、うん、まあ現実にはそれは難しいんだけどね、うんうんうん、だけど難しくて最後には悟れないで、うん、ね、もう本当に大きな声を泣きながら死んでいく、うん、それもだから悟った人と同じなんだよね。まあそういうことなんでしょう ね、この人が悟った、うん、あの人が上だ、うん、そんなこともね、ないんですよね。ないんです。空ということは。それは空ですよね。はい。だけど思い切って生きた方が。まあそうですよね。まあ、そういう意味でね。はい。禅僧なんかもね、幸運流水のごとくっていう言葉もありますけども、まあ本当に僕としてはね、本当に幸運流水のごとく、水が流れる、雲が空を行く、そういう風に生きてみたいですよね、うん、それも自分の意思と一致した方向だ ね、はい、だからそういう気持ちは当然だけど、うん、それが流れなくてもそれは大きな宇宙では流れてるのよね、必要性があってね、うんうんうん、そうなってるということなんだろうね、うんうん、だから僕の時神代寺公園なんか行くんですよね、はいはいはい、バラがバーッと咲いてね、はい、綺麗ですよね、チューリップや、はい、キクやいろいろありますけど、はい、でみんなバラのとこ行っちゃうとすれば、はい、バラだけなのかね、いいのかなと思うけど、はい、こっち寂しくね、うん、咲いているチューリップであり、はい、何であれね、はいはい、じゃあそれなくなったらあそこの公園なくなっちゃうんですよね、うん、つまりどんなねこうつまらないように思える存在でも宇宙としては必要なんだね。だけど個人としてはね、あーっとこう納得できないところは、それはそうですよね、本当にあるわね、クローズアップされるものと、ね、そうそう、ね、人知れずどっかで咲いてるものだから ね、やっぱりクローズアップされる方が脚光浴びちゃって目立ちますからね、うんうん、だからその両方をねこう自分の中でよく分かって、あんまりそれにねこうとらわれない方が、時には自然に任せた方がいいやっていうようなことを、うん、なんだね、話に乗り解いてるとか ね、でそれが先ほどね、うん、だから個人にまあ、うん、気持ちを聞いてもらうとね、一番こう本当に流れやすいわけですよね、はい、うん、なぜかっていうと、はい、小さな時には、うん、お腹空いたらわーっと泣いてお母さんが来て、はいはい、ね、食べさせて安心するね、命が安定するね、はいはい、それは大人になっても同じなんですよ ね、うん、ね、やっぱりなんか苦しい時に聞いてもらうと、そこでご飯が食べられないとかっていうんじゃないんだけど、うん、ね、小さい時は安心したように、うん、そこでこう気持ちが安心していくっていう、こう、うん、メカニズムがあるんですね、うん、ということでね、じゃあどういうふうに聞くっていうのは、これも一つは難しいんだけど、まあ、聞き方ですよね、これはまた別なすいません、こうやって、ね、聞いてくださいって言って、ね、いや、あんたそこが悪いからそこ直しないって言われたら、うん、ああそうですかっていう感じですもんね、うん、そうじゃなくてただ聞いて ね理解する、うん、ただそうですか、ね、そうですかってね、それがな、うん、なんか本当に理解する度合いがどれだけなのかっていうのはもう一つあるのね、うん、これはまあ関西の勉強なんですけど、うん、まあそれはともかくとも、まあ、そういうこう他の
同じ何て言いますかね、うん、細胞は一番こう流れやすいんですよね、はいはい、うん、それは個人的なことですね、はい、今ね、はい、でこれをねもう一つこう組織的にもね、はい、考えてみればね、うんうん、まあ3月でしたっけ、まあ、豆まきがありますよね、はいはい、まあ今あんまりやんないけど、ね、ですね、ね、2月ですね、大量ね、はい、こう大庭外ね、外ね、はい、うちで、はい、うん、子供なんかの時そうですね、うん、例えばこれあの一つのまあザル、はい、ね、うん、ありますよね、はい、今あんまりザル使わないかもしれませんけど、うん、そこにこうその大豆その豆をですね、はい、こう中にポッと入れますね、ジャッと入れるわけですね、はい、うん、そしてその中でその網の中に入った、はい、その大豆これをちゃんとこうピッとこう一人うまい人もこうよく並べたりしますね、並べるわけですか、はいはい、そう外側にいると綺麗ですよね、はい、綺麗ですね、でこっちはねそこ入れましたね、はい、でもう宇宙じゃないけど、うん、全体を動かしてカラカラカラ、はい、そして止めたらね、うん、なんか大豆は少しこっちがくっついちゃってこっちが、うん、はい、何離れちゃっててね、はいはいはい、ちょっとその不揃いですよね、不揃いかもわかんないね、はいはい、うん、それをねもっと具体的にじゃあそのザルを会社としましょう、うんうん、はい、その小さな豆を、はい、従業員個人個人としましょうね、はいはい、うん、じゃあもう部長課長ね本当きちっと並べて本当に能率のいいようにこう並べた、まあ、そういうのあの、ね、あの整然とすれば能率はいいですよね、うん、ね、ある意味でね、はい、うん、こっちあります、こっちは何だかねこれいいのかな、こっちは整然としてるわけですね、だけどね、はい、そのこっちの雑然としてる方は宇宙のリズムが各個人の中に入ってるの、ああ宇宙というか全体のね、うん、さっきのこう振動したってことなんですか、会社ですよ、はい、会社の、うん、会社の命が個人の中に入ってるのね、うんうん、こっちは会社と個人離れちゃってるのね、まあ強制力が働いちゃって、で過去はいいですよ、はい、みんな仕事はしてますよ、うんうん、だけどある時自殺しちゃったりするのね、あ、うん、たまんなくて組織ですからね、うん、はい、こっちはさね、も例えば会社がもっとこうもう座禅として緩いし、うん、もっと危険なことがね、はい、社内でカラ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 動く、はい、自信がないけど動いちゃうこともありますよ、はい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 、そういった時にね会社だんだん揃ってくるんだよね、おこう閉まってきて揃うわけですね、はい、ね、ということを考えると、はいはい、その個人の中にその会社、まあ小さく言えばね、うん、会社がどんなふうにこう、うん、入って自由にこう反応してるのかね、うん、あるいは社長が、うん、ね、社長がそういうことをこう分かりながらいるのか、うん、はい、こっちはねもう一人の効率だけを考えてね、はい、そうですよね、すごい、どっかの、ね、部長に任せてこう人事をこうやって、はい、ところがなんかその不況に、ぶつかった時はみんなこういなくなっちゃうんだね、まあ一人一人が出ちゃうわけですよ ね、 ね、ここにいたくないんだもの、もともとまあストレス感じたり ねこっちは逆にさばーっと一緒になってもうここのね協力して、うん、ね、なんとか潰れない後ろとか盛り立ったりしますよ ね、 ね、うん、という違いがあるんですね、うんうん、でそういう全体のねどうするか一人一人は、はい、全体とことですね、はい、ホロン経営、ホロン経営、うんうん、はい、ホロン経営、あ、ホロン経営、うん、はいはい、前にもね何十年か間に合ってたところもあるんですけども、はいはい、うん、そのためには逆に言うとその中でね、うん、個人の話が本当にもっと自由にね、はい、話し合えたり、はいはい、会社のことも悪口を言えたり、うん、まあいろいろあるわね、はいはい、でなんかそういうその集まりも必要でしょう、これはね、カール・ロジャースはあのベーシックエンカウンターグループという、ね、エンカウンターっていうのはお互い出会うね、うん、ベーシックっていうのは心の深いところだね、はい、うん、長時間こう自由に話し合う、まあ、そういう研修をやってるんですけどね、うん、僕はそれを日本に最初に入れたわけなんですね、うんうん、でだからこれからも今ねその会社もなんか専門的に だいぶこう発展してきてちょっと行き詰まってるところあるね、そうですよ ねやっぱりあまりにも効率を目指すか、うん、やるで、ね、その組織だってて豆だってこう一つ一つのねデコボコあるし個性があるわけですよ、それをこう均一化してもう測ろうとするとこありますから ね、うん、そういうゴツゴツした豆のね、うんうん、
出っ張りを大事にしてやる、うん、それを聞いてやる、うん、あお前はね、同じ丸だと思ったけど、うん、お前こっちだけね少し、うん、ね、へこんでんだなと、それ個性なんだよ。そうですよ ね、そんなことがこう分かる、はい、感受性っていうか ね、 そ う、 ね、そういう勉強を経営者はしていかなきゃいけないんだよね、そうですね、僕もそう思います ね、 で要するにそれは小さい会社と、うん、そうなんですか、個人なんだけど、はい、その大きな宇宙がそういうふうにできてるんですね、はいはいはい、でその大きな宇宙を今度は小さな世界でね、うん、その実現していくということがね、うんうん、あの大事なんで、最近ね、うん、あのいろいろ会社の中で、はい、今までの、はい、そのただ西洋の、はい、科学的なものではダメだと、はいはいはい、ね、なんか広く東洋的なものをね勉強しなきゃいけないという、うん、なんか研修がいろいろある、うん、あるんですね、ですところが、うん、その辺のところはみんなちょっと分かってないような感じがしますね、うんうん、ただ広くね、教養を売ることが大事なんだというふうにだけ、だからそこには、うんうんうん、さっき言ったように一人一人の個人とその大きな宇宙の原理っていうのは、うん、全然反対のようだけど一緒に動いてんだっていうことををその組織ならばね、そういう方向で、まあ、社長さんが少し勉強していく必要はあるかもしれませんよね、うん、まあ、これは曲とも何でも同じですけどね、うん、そうですね、うん、前なんか映画を見たんですけども、うん、確か出光の話でしたね、あの、なんだっけな、海賊と、うん、海賊となった男だったかな、うん、そういう映画でした、ね、うん、やっぱりそれも今考えるとそのゴロン系みたいですね、もともと出光興産の話らしいんですけども、ね、それは決して、はい、ホールっていうのは全体とか、はいはい、ホーリーっていうのは、うん、神聖だとか、はいはい、ヘルス、はい、健康だとかって言うんですよね、はい、オンっていうのはギリシャのなんか言葉で部分っていう意味なんですね、はいはい、そのくっついた、はい、そ、あ、それではホロンっていうんですか、うん、まあ、それは別にそのこと自体は新しいことではないんですけど、般若心経なんか、ね、うんうん、そういうことを言ってるんですよ、うん、それをもっとね、その実際の生活にそれを生かしてくるっていうことになるとね、もともとね、その、うん、やっぱり僕も精神的に、まあ僕の場合は学生時代になったんですけども、うん、会社をドロップアウトした人もいると思うんですよね、うん、そういう人たちはやっぱり、うん、その組織の中でやっぱり生きていくのがなかなか難しくて、自分を適応するのが難しくて、多分ドロップアウトした人が多いと思うんですけども、うん、やっぱりそういう経営だったら楽っていうか、うん、精神的に楽ですよね、うん、少なくともね、そういうね、そういうの命がこうね、うん、みんなこう通ずる状態でないと、うん、まずいですね。まあそうですよね、うん、僕はね、そういう意味ではね、例えばね、うん、まあ、会社な会社の、まあ僕も勤めてたことがあるんですけど、うん、はい、その朝の仕事の打ち合わせ会でもね、はいはいはい、みんな数字的なことだけこうやってますよね、はいはいはい、だけどね、僕はちょっとね、10分でも20分でもね、うん、今日なんか、まあ、不思議と言わなくてもいいですけど、はいはい、なんかのことなかったかと、うん、ね、言うようなことをね、うん、話し合うようなことが、うん、ね、10分でも20分でもあっていいと思う、うん、はいはい、まあ、ね、うん、数字を追っかけて、うん、どうやって数字を上げるかってことを考えるより、うんうん、そうやってこうみんなの力でなんとか会社を盛り立てようとして、うん、そのね、自分ができないことをなんか手伝ってとか言ってやった方がいいかもしれないですよね。うん、ね、そういう不思議ながらね、うん、ちょっとこう、あ、偶然ね、なんか、しばらく会わない人と会ったよとか、はいはい、それが今度はね、偶然にお客さんが、いいお客さんがついてくる可能性があるわけですよ。それはそうですよね。いや、この間ね、うん、これはちょっと不思議なんだけど、うん、僕がアメリカに帰ってきた時に、はい、これ経営者なんですよ、はい、同級生ね、はい、で僕にその人間の問題をやってくれて、はい、最初あの何年か関わったの、はいはい、しばらく会ってなかったんですよ、はい、まあだからもうね、私も82ですから、何十年ですよ、ってね、いろいろこう考えてね、あ、彼はね、よく、まあ、の僕のやってることに近いようなことを今でもね、なんかこうやってるんだけど、交流がなくなっちゃって、はい、ちょっと彼に電話しようかなと思ってこう、はい、うん、あの手帳に書いたんですよ、はいはい、で次の日に青山一丁目行って、ちょっとね、あの辺のコーヒー店かなんか入る、なんかね、
一杯だってなんかしたら、じゃあしょうがないやと思って新宿まで行ってね、はいはい、でこうマシニルのあれこう歩きながら、あじゃあこのコーヒー店入ってみようかって言って座ったらね、大阪さんですかって誰が言うんだよね、ね、大阪ですよって言ってもっと見たらさ、その彼だったんですか、彼なんだよ、ね、そしていや何十年あの会ってませんでしたね、うん、で彼がちょっとメールでちょっとこう、うん、定期的に僕がやってるようなことを書いてね、うんはい、あの雑誌に載せてたから、うんうん、でもあれね、僕は38年あれかあのなりましたよ、だって彼が始めた頃僕は会ってないんだから、はい、そうすると38年かなんか以前の出会いですよ、うんうん、それが明日ちょっと電話してみるのか、え書いた次の日ですよ、まあそれは偶然といえば偶然なんだけど、うん、まあ言ってみればそれに近いようなね、うん、そうすると、まあ、これあんまり損得考えてもいけないんだけど、うん、あの期待しない時にお客さんが会社の話ですよ、うんはいはい、まあ、ついてきたり、うんうん、流れが良くなったりね、うんうん、そんなことが多くなってくるから、うん、それは大きなさっき言ったその科学じゃないけどね、うんうん、あの流れが良ければ、うん、必要なものが集まってくるわけですよ。だから計算したこの経営ということだけじゃなくてね、そういうふうにこう自然の流れを大事にするその経営というようなことも、そういう般若心経のこう考えからやっぱりそっちに、ね、出てくる、そういうその般若心経の知恵をね、使っていくことも大事なんじゃないかなと私は思う。なるほどね。じゃあそろそろまあ今回はここら辺で終わりにしていきたいと思います。先生どうもありがとうございました。長らくありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ次回もありますので、ちょっと不定期ですけども、また大阪先生をお招きして、また般若心経をもっとあの詳しくお話を伺いたいと思います。